のインスパイア。今日は、しーちゃんが10月の23日と10月の24日に受けてきた東京都保育士試験を終えてということで、結果と感想とお勉強の仕方についてお話をしていきたいと思います。まず結果なんですけども、9教科あるんですけども、一応自己採点では7教科は合格できているかなと思います。で、残りの2教科が、社会福祉と社会的養護を落としてしまいまして、もう完全に勉強不足だったなっていうふうに思っているんですけれども、で、まあ、全体としての感想なんですけど、まあ、一言で言うと割と細かいし難しいなというふうに思いました。特にその法律の文言を穴埋めする問題とか、あと子どもの年齢ごとにこう考えられている保育所の狙い、どういうふうにこう育っていくのかっていう、こう発達段階ごとの狙いっていうもののこう区別化とか、まあ、暗記の問題が出ていたり、あとは歴史上の人物はすごくたくさん出たりとか、まあ、そういった細かい知識の問題は多く出題されているなというふうに思いました。あとは私は今回初めて受けたので、いろいろツイッターとか、あとは、まあ、実際に受けた人のお話で、子どもの保険っていう科目があるんですけど、その科目は例年よりも少し難しくなっていたっていうふうな声が多くあったなと思います。私自身も過去問の問題とは少し特色の違ったような雰囲気がしまして、やっぱりこのコロナがあって子供を守る上で、そのウイルスに対する知識とかそういったものが求められるようになっているんじゃないかなと思って、ちょっと難しかったなという印象があります。じゃあもうどうやって勉強しましたかっていう話なんですけども、私は勉強をし始めたのが10月の頭から勉強を始めまして、本当に、まあ、今思うとちょっと調子に乗っていたなっていうふうに思うんですけども、まあ、3週間ちょいで9教科っていうことで、まあ結局ちょっと2教科落としてしまってるので、やっぱり調子に乗っていたということなんですけども、まあただまあ3週間ちょいで7教科受かるためにはっていうことで、まあ、本当に時短で効率的にその合格だけを狙うっていう、まあ、そういった勉強方法でよければ少しは参考になるんじゃないかなと思ったので、この回はこれにしました。まず教材は、私のそもそも母と妹がこの資格を持ってるので、教材っていうのが家にもうアホみたいにあるんですけども、まあ、それを全部というか、まあ選んでいろいろもらったんですけども、サムネに入りきらないぐらいもらいまして、なんかやりなさいみたいな感じでもらったんですけれども、まあそんな時間はないので、その中で、まあ、私が選んだ2つの教材を紹介したいと思います。まず1つ目がこの保育士一問一答っていうのがありまして、まあ中身はこういう感じで、
普通の一問一答丸抜問題なんですけど、この解説が端的で読みやすくて大事なところも赤になってるので、すごく私的には効率的に、その科目につ科目ごとに、あるんですけれども、その科目の大まかな要点っていうのをつかむことができたなと思います。で、2つ目はやっぱりこの一問一答だけで乗り切るっていうのはちょっとありえないので、最後はやっぱり過去問をやったんですけども、過去問はどの教材でもいいと思うんですけど、私はちょっとこれを痛いこれをやりました。で、ちょっとやりましたって言って、なんか他のものとかもやってないので、ちょっとその他のものと比べてどうとかっていうのは言えないんですけれども、この解説とこうバラバラにできて、かつ私は結構解説にすごく分かりやすいなと思って、いろいろこんな感じで、チェックとか指定をしてるんですけども、これは過去問で使って良かったなと思います。もうこの2冊だけで私は今回乗り切りまして、おすすめです。で、その日々の学習の時間なんですけれども、私平日の朝から夜は普通に仕事をしているので、その時間はできないですね。なので、基本的にはその平日の会社帰ってきてからの時間と、あとは土日にちょっと予定入れるのを避けまして、勉強をしようということで、予定をしていたんですけれども、ちょっと送別会シーズンになってしまいまして、ちょっとコロナの緊急事態宣言が明けた後ですけれども、結構予定もちょっと入りつつな感じだったので、本当に平日はほぼできないなっていう、できても本当1時間とかしかできず、土日の勉強時間に頼るような感じになりました。で、私的にその各科目ごとの特徴から言って、本当に個人的な意見なんですけれども、保育実習理論と子どもの保険は、その本当に時短でやる方々は後回しで大丈夫かなと思います。もう子どもの保険は、いろいろ大切なこととか難しい部分はあるんですけども、なんか当たり前だなっていう問題は結構ありまして、例えばそのお勉強しててもなんかそれはないでしょみたいな、いやいやこれやったら死んじゃうでしょ子供みたいな選択肢が結構あったりするので、そういったちょっと常識的な問題が多いなっていうイメージがあります。で、実習理論はなんかこう暗記ではあるんですけども、割と頭に入っていきやすいというか、なんていうの、法律とかそういう堅苦しいものというより、例えばその子供の絵がこう発達していくにつれてどうなっていくかとか、あとピアノとか習ってる方は結構解きやすいかもしれないんですけど、音楽記号とかが出たりとかするので、あと色、この色とこの色をこう混ぜたら暗っぽい色ができるねとか、割とこう実務的で楽しい内容になってるので、息抜きみたいな感じでちょっと後回しにしてもいいかなと思います。で、その他の科目は、私は保育原理から
学習されたらいいんじゃないかなと思います。保育原理はなんでかっていうと、あの保育所保育指針っていう決まりがあるんですけれども、まあそれがすごく出題される科目なので、でもその決まりっていうのがその他の科目にも通じている部分があるので、まずはその保育原理を学習して、その保育所保育指針の内容を理解したり、そこに出てくる文言にこう慣れていた方が他の科目も解きやすくなるんじゃないかなと思うので、保育原理から始めて、まあ、私は心理、心理学、子どもの家庭福祉、社会福祉、教育原理、社会的用語で、食と栄養やってから保健と実習っていう風な形で勉強したんですけども、この実習と保健以外のところは保育原理が最初に来てれば、あとは別に自由でいいかなと思うんですけども、まあ、最後にそのどういうふうに勉強を、まあ、進めたか、まず、まあ、一問一答をやる。で、その次に YouTube を見まして、まあ、結構私はそこが、ね、合否を分けたのかなと思うんですけれども、あの、保育さんと保育士試験合格チャンネルさんの2つを私はかなりあのお世話になりまして、目と耳と手を使うっていうことで、その特にやっぱ保育さんの100問の1問1答みたいなちょっとあるんですけど、動画がそれをまあ聞きながらこう書いてこう 見ながらこう書くっていう、で私は時間がなかったので、それを2倍速で聞きながら2倍速で書いて見てみたいなのをやって、もう本当に大急ぎで頭になんかとにかく詰め込みをしてやってました。でそれを一問一答 YouTube からの過去問で、本当は多分5年とか やった方がいいんでしょうけれども、まあ、私は1年しかやってない科目もあります。で、まあ、さっき話に出た保育所保育指針は、これは私は母に教えてもらって、その通りにやっただけなんですけど、YouTube、これも YouTube で、四ツ谷学院さんが出している、保育所保育指針の読み上げみたいな、動画があるんですけど、それをもう耳で2回ぐらい聞いて、で私はこれも時間がなかったので、ちょっと2倍速だ ちょっと単語が覚えられないので 1.5 倍速でやってたんですけど、 1.5 倍速で聞く、保育所保育指針はそのただに聞いても多分よくわかんないと思うので、多分何の教材とかに結構載ってるので、ネットとかにも多分載ってるんで、私はそのあったこのテキストのこの一番後ろにこうついて付録みたいな感じでついてる保育所保育指針の全文っていうのがあるんで、これを見ながら、あーはいはいっていう風にこう聞いてました。本当にでもその理解を深めるとか本質をもう理解して、まあ、大切にこうコツコツやるっていうのが、まあ、一番いいとは思うんですけど、まあ働いてたり、そもそもそのお子さんを育てながらとか、まあそういう人でも、まあ時間がない中で資格を取りたいなっていう人におすすめの勉強の仕方だなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、ちょっと一個言い忘れて、そこ反省なんですけども、スケジュールを勉強するのに立てると思うんですけども、問題があったなと思いまして、もうこれとかひどいですよね。5時に起きて6時半までやる。で、この日送別会なのに、入ってきてからやろうとしてるとか、もうできないのに、そう立ててる。
もうだから落ちた。この社会福祉ってここに書いてあるので、もうこれ落ちてるんで、こういうのはダメだなと思うんで、まあ4月は合格できるように頑張りたいと思います。バイバイ。